The Noise Konami アーケードチャンピオンシップギタドラネクステージドラムマニア The Final。さあ皆さん、長らくお待たせいたしました。ギタドラネクステージドラムマニア決勝大会へようこそ。さあ、人生において答えは一つではないと言われていますが、本日参加しているファイナリストに用意された答えはただ一つ、強さの証明。頂を目指し全力を尽くしていただきたいと思います。本日のお相手は DJ の森一郎です。よろしくお願いいたします。さあ、この決勝大会、まずはゲストを用意しております。お呼び出しいたしましょう。世界初となるコナミ公認のプロ音ゲーマー、ドルチェ。さらにビームシリーズに数々の名曲を提供してくれています、アーティストレッドグラッシーズ。改めて自己紹介をお願いいたします。ドルチェ。はい、コナミ公認プロゲーマーのドルチと申します。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。さあ、続いてユウジ君。はい、レッドグラッシーズユウジと申します。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。さあ、お二方、今年もいよいよこの季節がやってまいりました。ナンバーワンの世界一のドラムを決めるドラマティックな大会になります。さあ、注目するポイントを教えてください、ドルチェ。そうですね、まあ、東も西も相当な激戦だったんですけども、うん、この上位陣が、ね、この、まあ、一堂に返すということで、本当にもう最強の、ね、ハイレベルなバトルが見れると思いますので、うん、ゲームの特徴としては結構コンボにつながってくる部分が大きいところなので、まあ、そのあたりかなり見どころなんじゃないかなというふうには考えております。はい、はい、さあ、ゆうじ君。そうですね、だからその一つのミスが多分大きな結果につながりかねない、結構緊張感のあるゲームだと思うので、そういうこの辺が見どころなんじゃないかなと思います。ぜひね、実況解説よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。さあ、その実況解説席の方にお進みください。さあ、いよいよ始まりますドラムマニアですが、まずはこの決勝大会のルールご案内いただきましょう。今回の決勝大会では事前に行った東エリア大会の上位2名、そして西エリア大会の上位2名、さらにアジアで開催されたビーマリー e スポーツチャンピオンシップのチャンピオンを含めた5名の選手が KAC チャンピオンの座をかけて戦います。試合は準決勝と決勝の2回戦を実施。準決勝では5名の選手にコナミが指定する課題曲2曲をプレイしていただき、その合計スコアを競っていただきます。決勝戦では準決勝を勝ち上がった2名がそれぞれプレイする2曲を選曲。こちらは今の現段階で5名の選手に決勝曲もうすでに決めていただいております。そしてその2曲によるスコアアタックを行い KAC チャンピオンを決定いたします。なお、プレイは準決勝決勝ともに1曲ずつ選手を交代してまいります。誰もが腕に覚えのあるプレイヤーですが、頂点に立ちこのチャンピオンカップを手にすることができるのはたった一人だけです。果たして今年は誰がチャンピオンに輝くのでしょうか。これから先このステージ盛り上げていきたいと思いますので、皆様もぜひちょっとね、マスクしながらだと声援大変かと思いますが、そのままで結構ですので、できるだけクラップ音を鳴らしてね、楽しんでいただきたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。さあ、それではどうぞ皆さん、盛大な拍手や歓声でお迎えいただきたいと思います。 The Noise KAC ギタドラネクステージドラムマニア決勝大会、選手たちの入場です。まずは西エリア大会を勝ち上がった選手からご紹介いたしましょう。西エリア2位、大都会からの記念参加、サマー。さあ、トップを走るこの男、サマーの手にはスティックと
そして2が素敵な演技を岡部トップバッターで登場、 A 様に改めて盛大な拍手。続いて西エリア1、鬼嫁合衆国の最終兵器、環境大臣。高校と書かれた雲、そして光を背にリックを片手に声援に応えている、鬼嫁合衆国の最終兵器、まさに堂々、そして堂々とした佇まい。続いては東エリアから、東エリアにオーバーゼア柴犬。足早に盛大な歓声を受けながら登壇。続いて東エリア1、紫の月、佐田山くん。さあ、東の星はすでに右を高々と掲げ、盛大な歓声の中登場。紫の月、そのゆえんとは一体。それでは最後です、 B マニー e スポーツチャンピオンシップ2019ドラムマニアチャンピオン from シンガポール、はぁ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 ハッピー。この大会何が起こるかわからない、すでにチャンピオンの座を射止めた。さあ、ディフェンディングできるのか、ハンビン。今一度店内スコナミアーケードチャンピオンシップギタードラネクステージドラムマニア決勝大会の5名の皆さんに盛大な拍手をお送りください。さあ、それではここで最終決勝へと臨む選手の皆さんから意気込みをお伺いいたしましょう。まずは西エリア A 様、記念参加の意地見せたるわ。おお、いや、さあ、続いて西エリア1、鬼嫁合衆国環境大臣、岡山県から来ました鬼嫁合衆国環境大臣と申します。とても緊張してますけども、いつも通り落ち着いてプレーして、いい結果残せたらなというふうに思っておりますので、応援のほどよろしくお願いいたします。さあ、続いて東エリアに柴犬、柴犬と申します。緊張します。まあ、緊張乗り越えて、まあ、優勝までいければと思ってます。よろしくお願いします。東エリア1、佐田山健。佐田山健と言います。まあ、何年もやってきてこの場所に立てたのは嬉しいんですが、みんな盛り上げていきましょう。ラストは BC チャンピオンシンガポール、ハンビン。Hi everybody, I'm Han Bin from Singapore. Really nice to be here and very proud and honored to be on the same stage as all of the top class players. Thank you for everybody being here today for the support. このステージに立ててとても光栄です。このようにトッププレイヤーの方たちと、一緒にプレーできること、夢が叶ったような感じでとっても楽しみにしてます。ありがとうございます。さあ、それでは皆さんに準決勝でプレーしていただく楽曲を発表いたしましょう。どうぞ画面にご注目ください。さあ、ということで準決勝1曲目はエクリプス2、B マリさんのチーム、睦彦泉。そして2曲目はレッツダンス、カラードストリングスとなりました。
さあ、それではこの2曲を、はい、これからね、皆さんに、プレイしていただくわけですが、まずエリア大会のスコアの高い順に演奏順番を宣言してもらいます。まずはスペシャルゲスト BC チャンピオンハンビン、1番から5番、さあプレイ順番は何番でしょう。5番です。5番、ラスト。さあ残るは1から4、貞山健と5番が良かったんですけど取られちゃったので4番で。4番。さあさらに東エリアに柴犬、5番が良くて4番も取られたんで3番で。3番。このまま行く。さあこのまま行くのか、ここで変えるのか、西エリア環境大臣、本当は5番が良くて4番も良かったんですけど、さらに3も取られちゃったんで、ここであえての1番で、トップバッター。さあ残るは A 様、一応宣言してください。まあ、5番が良かったです ね、 ね、4番も良かったですね、3番も良かったです、どっちにしようかなと思ってたら、1番を取られてしまいましたんで、2番にします。おさあということで残る5枠すべて埋まりました。改めてご紹介しましょう。プレイヤーは1番環境大臣、そして2番が A 様、3番が柴犬、そして4番が貞山健、5番満を持してハンビンという形になります。それでは1番の環境大臣は筐体の方へとご移動ください。そして、他のプレイヤーの皆さんは待機席へとご移動ください。今一度盛大な拍手でお送りください。さあということで改めてエクレックス2、そしてレッツダンスですが、いかがでしょうこの2曲。そうですね、まあ、エクリプス2に関しては、はい、まあ、ネクステージ始まってすぐのプレミアムアコール楽曲でして、まあ、まあ相当難易度が高い楽曲なんですけど、結構そのリズムが難しくて難しい、細かいですよね、ノート。そうですね、細かい、まあ、フィルも多くて、あと基本的なリズムは結構裏打ちのなんかバスとハイハットっていうのが結構多いので、パーフェクト率にも結構そのあたり影響してくるのかなっていう部分ですかね。あのスコアがかなり大きく分かれるとしたら、細かいフィルが、まあ、どれだけつなげれるかどうかみたいなところにかかってきます。なるほど。もう一曲のレッツダンスの方はちょっと比べるとこっちの方がもしかしたら苦手かなっていう人もいるのかもっていうイメージが、というのは、そうですね、まあ、20部と16部 の、 その、まあまあ、入れ替わりのリズムで、スネアを叩かせるっていうのが結構頻繁に来る楽曲なので、覚えてないと割としんどい、楽曲かなっていう感じですね。まあ、あとはタムのフィルも3連が結構多めで、本当に練習しないと、もう4枚感じでやるっていうのは結構難しいんじゃないかなっていう楽曲ですね。なるほど、はい、ただこのファイナリストに至ってはこの2曲、まあ、攻略はある程度ねやっているのかなとは思うんですが、そのあたりはいかがでしょう、ゆうじ君。じゃあ結構みんな多分やってることはやってると思うんですけど、でも結構癖強い、どっちも強いんで、そうですね、結構そこでどう出るかなってところはあると思いますけどね。さあ1曲目はエクリプス2、こちら順番でトップバッターを取った鬼嫁合衆国環境大臣のプレーとなります。さあまずこのトップバッターにかかるプレッシャーというのも相当なものがあるかと思いますが、あえて1番を取ったトップバッターを取った環境大臣、皆さんぜひ注目していただきたいと思います。それでは準備が整ったようです。 3-2-1 のカウントダウンから入りたいと思います。それでは準決勝鬼嫁合衆国環境大臣1曲目参りましょう。せーの、 3-2-1 スタート。さあそれでは実況解説をお願いいたします。はい、はい、はい、開幕から長いハイハットがあります。割とここいきなりリズム取れるか結構難しいですが、丁寧ですね。素晴らしいですね、全部パーフェクトで。基本的にこの、裏バスとハイハットの絡みが、痛みが結構多めです。そうですね、はい、で今の綺麗に入りました。はい、そうですね、緑色のタムのような速いフィルが、まあ、随所に見られる感じになるので、この辺りでどれだけコンボを稼げるかというのが、まあ、トップにかかってきている部分ですね。今のところ順調ですね。そうですね、あこの辺りから、まあ、ズルバスの絡みです。まあ、おそらくこの辺りは特に問題はないレベルだと思います。
この辺りですね、このハイハットの、裏バス、左のペダルのね、このリズムが割と疑問なんですが、難なく、まあ、カウントは出てしまったんですが、ね、パーフェクトリフトはかなりあのいい水準で維持しています。あ、このままいいですね、パフェかなり高いですね、かなり高いですね、はい、この辺りも左足とのこの、連携が結構難しいんですが、難なく取りしていきました。また基本の形ですね。この辺りもここまでの難所ではないと思います。手がちょっと難しいが、お、大丈夫ですね。はい、精度高いですね。そうですね。さあ、この爪とシンバルが地味に同乗になってるので、この辺りはちょっと難しいんですが、お、さあ行きました。お、いいですね。うん。さあ、かなり、いや、一人目でこのスコア、そうですね。プレッシャーなんじゃないですか。うん、スコアってかなりいいラインですね。はい。さあ、ということでトップバッター環境大臣のスコア953,704点、お疲れ様でした。お疲れ様です。お疲れ様です。さあ、953,704ポイントということですが、うん、はい、いかがでしょう。そうですね、いや、かなりミスも、ね、少なくて、うん、パーフェクト率がかなり高かったですね。そうですね、最初、まあ、多少のミスあったんですけど、そこからの、まあ、リカバリーがかなりうまく、まあ、運んだんじゃないかなというふうには思いますね。はい、さあ、続いて2人目となります、 A 様が、こちらでチャレンジとなります。さあ、今回、こちら西日本エリアの2位ということですが、はい、A 様はもうすでにね、僕らも顔も見たり知ったり、してる方だと思いますけれども、うん、どうでしょう、どうでしょう。そうですね、まあ、この順番が割とね、そのやっぱり皆さん、下の方からこう決めたかっていう部分があって、まあ、2番目っていうこともあって、どうなんでしょうね、このあたりもしかしたら緊張ももしかしたらしてるのかなっていう気はするんですけど、うんうん、割と一発勝負には強いプレイヤーだとは僕の中では思ってるので、はい、見せてくれるんじゃないかなという感じでは、はい、考えております。さあ、ただ今ちょっと何か忘れてしまったような形で、なんかね、教材を離れましたけども、うん、ゆうし君どうでしょう。いや、これやっぱ1曲目、今1人目終わって、多分そのスコアをちょっと意識すると思うんですよね、大学生なり、うん、ここから、まあ、積み重ねてみんな5番取りたがってたんでどうプレッシャーを感じていくかだと思うんですけどね、うん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 、さあ、その95万3704点ということで、はい、こちらをまあ超えていくべく、はい、まあ、少しプレッシャーもかかりつつということですが、体をほぐして、全力を尽くしていただきたいと思います。それでは準決勝 A 様1曲目参りましょう。せーの、3、2、1、スタート。さ、最初のハイハットね、難しいんで。素晴らしい、無音から始まるんで、やっぱり最初でどれだけリズムをつかめるかっていうのは結構重要なところなんですよね。安定してますね。いいですね。あ、いいですね。パフェもかなり高い状態でつながっております。いいですね。この基本のリズムが割とね、裏が多いんで、そうですね、はい、この辺りでもかなり練習してる感じがあります。おお、いいですね。ヒルが丁寧にさばけるといいですね。そうですね、このおそらく32分ぐらいの速さのヒルですよね、うん、結構ね、ドラムマニアだと反応させるのがまず難しい、うんうん、っていう部分になってくるんですが、素晴らしいそこで。そうですね、かなりコンボは縦に投げてますね、はい、いいですね。おお、ちょっと遊びが出ちゃったか。そうですね今何かが起こってしまったんですが、まあでも、そうですね、本人的にはまだ大丈夫なんじゃないかな、はい、コンボの数で言えば、そうですね、一応4桁はつながっているので、はい、素晴らしい、得点としては結構高い方だと思います。さあ、このまま
最後まで抜けていきたい。さあここ結構難しいがいいですね、しっかり拾ってる。おーい、さあどうだ、スコアは出て見えてないんですが、おお、さあおおおおおすごい、スコア953,449 点です。お疲れ様でした。お疲れ様でした。お疲れ様です。これは少しね、うん、途中で遊びの部分ですか。ちょっとそうですね、ノートが開いた瞬間ですね、ブレイクの部分で、うん、うっかりとちょっと触っちゃいましたって感じが、かもしれないですね、もしかしたらあのあたり、ちょっといつもねポーカーフェイスなんですが、うん、というね背中でわかる感じる、仕草がございましたが、うん、さあ3人目は柴犬東エリアに、こちら3番目ということ、まあ割とねこの1番目2番目と越してきて、はい、ちょっとねあの緊張の扉はもう開いたのかなとは思うんですが、さあこのあたりどうでしょう柴犬。そうですね、まあでも2人まで来て、うん、ある程度のスコアの多分ラインが見えてきたと思う、うんうん、だからそこを自分の方にどういう緊張感に持っていくかみたいな感じではあると思うんですよね、うんうんうん、あの辺のラインまで出さないといけないななのか、逆にいやこれならいけるかもみたいな、はあ、まずはミスをしないということがね、そうですね、そうですね、このゲームの肝だと思うので、ゆうじ君そのあたりどうでしょう。そうですね、いや、まあ、あの最初のワンノート結構緊張しますよね。そうですね、一発目ですね、ハイハットの入りが結構無理だと思う、4から16秒で始まる、そうですね、はい、うん、あそこはうまく入れるといいと思います。やっぱりその一発目というのはねちょっと緊張もあるでしょうし、ただのね、ほぐれるかどうかというところもあるんでしょうが、うん、ぜひ全力でいきたいと思います、はい、それでは参りましょう、はい、3人目準決勝柴犬選手1曲目、それでは参ります、せーの3、2、1スタート。いや素晴らしいですね、好調ですね、無音から始まるのでなかなか喋れないんですよ。そこは緊張していいと思うんですね、はい、そこを抜けるまではちょっと何も言えないなみたいな感じになっちゃう。安定してますね、うん、いいですね、状態で、パフェス高いですね、はい、いいですね、なんとかつなぎに行ったっていう、このあたりはそうですね、先ほどちょっと多少クッとかは出てしまったんですけど、いや、つながってる、はい、かなり十分だ、きついです、あ、ここまではかなり順調です、いいですね、素晴らしい、いいですね、現状多分一番つないでいる状態、そうですね、はい、高いと思います、そうですね、このままつなぎ切ればってところですね、そうですね、かなり高得点が期待できそうな状態ですが、あ、いいですね、あ、素晴らしい、うん、安定感がやばい、さあこの辺りしっかり同時押しもさばいて最後抜けのフィルが難しい、あ、おー抜けた、まさか、いやー行きましたね、見れたフルコンボ、素晴らしい、おお、さあ3人目にして柴犬スコアは109,662点、素晴らしいプレー出ましたね、素晴らしい、顔は可愛らしいね、ドラムマリアのペットみたいな顔してるんですけども、いやこれ番犬に変わる可能性ありますね、これ、いやーいけないですね、いきましたね、緊張を逆にこうちょっと自分のものにこう変えてきた、そうですね、はい、実力に変えるってやっぱりこのね舞台では一番必要な、まあ、力技ではないですけども、うん、いやもうすごい今いい笑顔になってますね、本人的にはちょっと胸をこうなで下ろしてる感じですね、
さあいよいよ4人目となります1曲目、さあこちら4人目は佐田山県東エリア1位ということですが、現在の3人目までの途中経過皆様にご覧いただきましょう。このようになっています。さあ現在柴犬が100万ポイント突破ということで、そして続く環境大臣 A 様と言っておりますが、まだ分かりませんというのも、決勝へ進めるのは上位2名ということになっております。さあ現在のところ佐田山県がどうなるかで、柴犬がもう決勝進出かどうかが確定するということなんですが、さあドルチェいかがでしょう。そうですね、いやでもこのタイミングでフルコンボっていうのは相当な、まあ多分全プレイヤーにプレッシャーを与えていると思う。そうですよね、はい、そうですね。さあそのプレッシャーどう跳ねのけるのか、準決勝佐田山健選手の1曲目、それでは参りましょう。せーの、3、2、1、スタート。まず最初のスキルですね、パス前できました。本人的にはかなりあんまり緊張してなさそうな感じになりますね、はい、割と東エリアでも結構本人こう自信のコメントみたいなのが結構あったので、おそらくなんですけど、こういう舞台はもしかしたら得意なのかもしれない、そんな印象を受けます。それは勝負強さですね。そうですね、はい、あ、おお、いったいった。あ、この辺りのレッドペダルとライトペダル、右足左足のリズムが結構難しいんですが、順調に繋いでいく、ですね。いいですね、変えてます。ああ、もしかしたらもう一度入れてしまうかもしれない、はい、最後難しいです。おお、おお、素晴らしい。おお、いやー2連続か。さあ月9フルコンボ、佐田山健選手の得点は100万4003点。ここのプレッシャーかけてきましたね。そうですね。さあ2人続けてのフルコンボ、 いずれも100万超えということで、さあここで柴犬はまだ分からなくなってきました、さあいかがでしょう。いやこれはドキドキしますね。そうですね、このプレッシャー跳ねのけてのフルコンボなんでさすがその緊張、なんて言うんでしょう、ね、勝負強さ出てますね、見えたんじゃないかなっていうふうに思います。はい、ラストはシンガポールからのシャハンビン選手です。もう今余裕のダブルピース、トリプルピースになってますね。仲いいですね。昭和のピースみたいにすごい、あの、人差し指と中指が開き切ったピースをしてます。さあどのようになるんでしょうか。昭和のピースっていうんですね。本当昭和のピース、ね。ユージ君もやってますけども、ユージ君どう見ます。いやこれは5番を取ったのが吉と出るか京都出るかというところだと思いますけど。そういった意味ではね、プレッシャーも最大限になるかと思いますが、まあただ1曲目ということで、まあ逆転のチャンスも残しております。ね、ある程度前の方にね行っていればという形でしょうが。そうですね、まだねもう一曲あるからね、はい、さあそれでは準備が整ったようです。準決勝ハンビン選手の1曲目参りましょう。せーの、3、2、1、スタート。みんな爽やか見ちゃうよね。素晴らしい、いい出だし、いいですね。
ここまでのレベルのプレイヤーならさすがにみたいな心なんでしょう。安定性すごいですよ、はい、そうですね。出てしまったとしたらパーフェクト率がかなり高い状態ですね、うん、全然パーフェクト率は安定してますね、かなり高いですね。あ、いいですね。でも繋いでいく。ただの高さはまだ高い状態ですね。綺麗に入りましたね。そうですね。アムが一手戻って、うん、素晴らしい。爪痕、右心からがくっついてても難しいが、難なく拾いている。最後の球綺麗に、おー、あと、ちょっとサムが壊れたが、うん、さあ、ここでハーマユー選手のプレーが終了いたしました。はい、さあ、このチャンピオンの結果、まず1局目のポイントは89万5486点、うん、という形になります。さあということで5人1局目すべて終了いたしました。さあまずドルチェいかがでしょう、この結果をご覧になって。そうですね、うん、まあ順番もね結構あったのかなっていう感じがあるんですけど、確かに、はい、やっぱこの1個のミスが結構響くゲームなので、うんうんうん、それだけその一発勝負強さが出るかっていうところではあると思うんですけど、うん、このレベルのプレイヤーだと、まあおそらくフルコンボはまあまあ、いずれあのその自分 の, その普段のプレーではしてるはずなので、はい、それがどれだけ、まあ、安定して出せるかの勝負っていうのが出てるんじゃないかなと、はい、さあ白犬もだいぶ、ね、余裕の表情という形ですが、1局目の集計結果が出たようです、はい、まずは全員の得点ご覧いただきましょう。こちらです。さあ1位柴犬貞山県が2位、そして3位が鬼嫁が衆国環境大臣、4位 A 様、そして5位がハンビンという形になりました。さあこの結果を受けて2局目に至っては、まず得点の低かった順からプレーしていただきます。ハンビン選手からという形になります、うん、となるとハンビン選手を続けての2曲目という形ですが、さあ2曲目のレッツダンス、改めてどんな曲だったか教えてください。そうですね、うん、まあ、先ほども言ったんですけど、その24部と、16部の、うん、まあ、入り乱れたリズムを、スネア、まあ、および、タムも結構ねその、まあ、そういうリズムで叩かされる曲なんですけど、うん、もう本当にその局所的にそのフィルっていうのがやはり難しくて、はい、どれだけつなげるかっていう勝負になってくるんじゃないかなと、ゆうじ君どうでしょう。この曲僕タイトルだけ見たとき、うん、割とダンスビートなのかと思ったら結構どこどこ系なんですよね。結構想像と違う曲調で多分攻めてくると思うんで、聴いてる人たちも、あ、そうです、そういうところを多分楽しんでもらえるといいかなと思います、うん。さあ改めてご紹介いたしましょう。2曲目の順位ですが、順番ですが、ハンビン選手が1番トップバッターとなります。2番目に A 様、そして3番目に鬼嫁が衆国環境大臣、うん、そして4番目に貞山健、さらに5番目は柴犬という形になります。さあ1番から5番までの順位、この2曲目で入れ替わることがあるのでしょうか、そしてできるのでしょうか、うん、それでは2曲目、まずはハンビン選手からいきたいと思います。それでは参ります、せーの、3、2、1、スタート。さあレッツダンス、ハンビン選手です。さあ、始まったんですが、まあ、基本的にこのリズムが結構多いんですよ。まあ、この辺りはそこまで難しくはなくて、レベルの割には
これ意外と簡単なんじゃないかみたいな結構思ってるんですけど、今ちょっと入りましたね、うん、27部の、スネアさん、赤タムのサンレン、こういった細かいリズムがかなり随所に見られる、ここの精度が結構大事そうですね、はい、まあ、パーフェクト率も、まあ、もちろんなんですけど、まあ、基本的にはどれだけつなげるかっていう勝負になってくるんじゃないかなと、まあ、はい、このあたりの基本のリズムはなんとか安定して繋いでいきたい、素晴らしい、はい、楽曲になってますね、まあ、このあたりからですね、スネアが27分入れ替わりがしますが、おお、素晴らしい、うん、いいですね、あ、もう一本来る、素晴らしい、はい、この一本つなげるかどうかは結構、ね、大きいポイントですね、ただまあこの一本だけじゃございませんので、はい、この辺りからハイハットが絡んできて、あ、今の3連が結構難しい、このタムですね、はい、タム3、このタムも結構難しいんですが、さあこの辺り、あ、これきついですね、カードパーフェクトにさ、まだ結局5倍以上維持しております、うん、いやリズムが細かい、あ、なか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 にえげつないこの3連の入り方、さ最後も気が抜けないです、この辺り、さ、うん、最後は入りいきました、きれいに話したね、うん、さあということで2曲目が終了いたしました、ハンビン選手お疲れ様でした、さあ最終集計結果は全ての選手が終わった後に発表を行わせていただきます、はい、さあ続いて A 様は筐体へとご移動ください、さあということでまずは2曲目、はい、このハンビン選手が終了 したわけですがいかがでした、いやー、まあ、おそらく皆さんも見たと思うんですが、うん、もうスネアラッシュが結構難しいんですけど、うんうん、1本目はかなりいい水準で繋いでて、うんうん、割とそのあたりで、まあ、巻き込まれていくプレイヤーが多いんじゃないかなと思ってるので、あの1本繋げたのは結構大きかったんじゃないかなっていう、はい、気がします、期待に、ね、光る汗、うん、そして隣には綺麗なお姉様、はい、ちゃんとね通訳のお姉さんがですね、はい、僕らがあの通訳を、ね、していただいております、ありがとうございます、はい、さあゆうじ君いかがでしたか、いや、やっぱあの細かい粒がね、はい、いかにさばけるかって結構大事なんですよね、うんうん、それをやっぱタムで回してくるので、そうですね、そこでやっぱどう結構しかも真ん中の方にね、はい、あれが入ってくるので結構みっちり詰まってそうですね、はい、そこでコンボのつなぎがどうなるかってところだと思うんですけども、うん、そのあたりね、まあ A 様は今度ね2回戦目ということでどう思っていくのか、うん、楽しみなところではありますが、ね、A 様と鬼嫁合衆国環境大臣この2人がね、競っている形ではあります、はい、さあ A 様先ほど1曲目ではね途中でね少し外してしまった、そういう形で、見られてしまいましたが、3曲目どんな形でさあこの最高のプレーを見せてくれるのか、それでは準決勝 A 様2曲目参りましょう、せーの3、2、1スタート、先ほどと同様、この辺りは基本のリズム、抜けでちょっとさっきルガルガ、おお、いいですね、回って曲がっております、まあ、この辺りも先ほどとかこの事態についてあまりコメントはしてなかったんですけど、うん、意外と交互にはちょっと働きづらい、そうですよね、発想と爪の絡み難しいですよね、はい、そうですね、おお、この辺りで先ほどコンバ決めてしまったんですけど、パーフェクト率はかなり高い、この状態を何とか維持して後半までつないでいきたいですね、さあこの後スネアラッシュ、おー、うん、いいですね、ここも結構難しいんですが、あ、うん、難しい、パーフェクト率が尋常じゃないですね、今と綺麗でしたね、はい、ハイハットと3連並んでいきます、
の赤田のフロアタムの関連がなかなか難しいですが繋いでおります。いいですね。惜しい。ブレイク、特徴的なブレイクなんですが気が抜けないです。どういいですね。マウントを抜けてこの辺りはコンボを稼いでいきたい。あ、最後よー、これはちょっとわからない感じですね。さあ、ということで、さあ、ここで終了。はい、お疲れ様でした。さあ、ポーカーフェイスで、サマーカメラの前に、あ、ニッコリピース、ありがとうございます。という表情も見えますが、さあ、ドルチェいかがでしたか。そうですね、まあ、序盤にちょっと、まあ、ミサポロポロっては出てしまったんですけど、はいはい、後半のリカバリーかなり良かったですね。まあ、中盤のスネアラッシュもそうなんですけど、この後にも、もう一箇所、ハイハットとの絡みで、かつ、タムが、赤タム、フロアタム、で、まあ、ロータムですね、ロータム、フロアタムの3連が、まあ、来るところがあるんですけど、他も、なんなく繋いで、そのまま後半に繋げていったっていう感じだったんで、スコア的には結構こちらも、まあ、高得点なんじゃないかなっていう感じがします。なるほど。はい。ユージ君いかがでしょう。この曲結構、タム回しで左右に振られるんで、うん、体力結構持ってかれるんですよね、はいはい、そこからの細かいタムの回しが来るので、うん、そこをやっぱね、丁寧に体力持たせながらね、さばけるかって結構やってみると難しいんですよね。あ、そりゃそうですよね、はい。さあ、そんな中3人目となります、鬼嫁合衆国環境大臣、ただいまセッティングを行っております。はい。さあ、先ほどは、メッツ2位というか3位という形で、まあ、県内ではあるんですが、ここでできれば柴犬貞山県をどんどん、ね、倒していきたいところかなとは思うんですが、いかがでしょう。そうですね、この楽曲、まあ、見てきて結構難しいところはなんとなく分かってはきてると思うんですけど、うん、その、まあ、パーフェクト率を維持するか、うん、コンボを維持するかって、ね、結構、まあ、リザルトガラッと変わってくる楽曲かなっていう感じなんですよね、うん、コンボに重視するとやっぱり速いフィルなんで、うんうん、ちょっと早めに入って、うんうん、グレートで拾った状態でそのままつなぎにつなぎちゃうっていうことかも結構あったりするんです、うんうん、まあ、やっぱりパーフェクト率もスコアにはその影響してくる部分なんで、うん、どっちも外せない部分なんで、そこ結構、まあ、駆け引きあるかなっていう感じですね。さあ、その駆け引きに勝つことができるんでしょうか。準決勝、鬼嫁合衆国環境大臣選手の2曲目参りましょう。せーの、3、2、1、スタート。プレイ前にイメトレをしてたんですけど、さあ、今つないでしました。ハイハットの絡みの部分を練習してたんで、おそらくそこ、そうですね、本人的には多分そこが結構肝なのかなという感じがしますね。ロータム3連、フロアタム3連からのスネアハイハットっていう、結構そう、まあ、先ほど、ゆうりさんもおっしゃってたんですけど、うん、振り回しが多いってことで、ね、パッドのど真ん中を射抜くのっていうのも結構難しいんですよね。あ、なるほど。パッドの端の方を叩いちゃったりっていうこともあるんですね、うんうん、はい。あ、何勝も。おー、素晴らしい。おー、素晴らしい。おー、ここのフロアタム結構難しいですね。切りどころです。うん。ただ、受けは、いいですね。うん、ありました。まあ、パウンド率も高い状態。パフェ率は後で聞いてきますからね。そうですね。あ、この辺りですね。先ほどメトレを行っていたこの辺りがいいですね。素晴らしい。お、うん、素晴らしい。あ、うん、素晴らしい。パフェもかなり高い。あ、綺麗。かなりでかいですね、うん、このあたりは今後稼ぎポイントであるので、このまま最後まで持っていきたいところ、うん、おー、惜しい。いやー、高いんじゃないですかね、これかなり高得点。
さあということで今後最後つないできました、鬼嫁合衆国環境大臣のプレイでした。さあ点数は後ほどお楽しみいただきたいと思います。はい、さあ謝っておりますが、まあ気持ち的にはそういう気持ちだったんでしょうか。つまり前半も実はつなげたのかもしれないですね。そうですね、気持ちとしてはそういうところがあったのかもしれないですね。さあゆうじ君どうでしょう。いやでも、うん、割と安定してて、ね、細かいところも綺麗に取れてたので、うんうん、割とこれはいい結果の方につながってくるんじゃないかなとは思うんですけども、うんうん、やっぱね、この後がね、つなげてくるかっていうところが、かなり出てきちゃうと思うので、はい、うん、もしかしたらちょっと得意だったのかもしれませんね。もしかするとここで挽回したかったのかもしれないですね。ドルチェいかがでしょう。そうですね、まあ、こちらの楽曲も本当にまあ難しいんですけど、まあ、ミス1個あったので、はい、もうほぼほぼフルコンみたいなところではあるんですけど、結構ね、やっぱり反応させるのがね、どうしても難しい楽曲だったりするんですけど、ね、まあ、本当に最小限のミスで抑えてきたなっていうところですね。はい、さっきね、あのドルチェの解説の中で、あの、はい、その真ん中をやっぱ打ち抜くのが難しいっていうのを、はい、うん、言ってましたけども、そのあたりもあったのかな。そのあたりもあのミスしたところ、切ったところ、飛ばしたところもね、そうですね、まあ、実はできたという感じがね、すごく垣間見えたんですが、さあそれではいよいよ4人目となります、佐山健選手の2曲目、それでは参りましょう。せーの、3、2、1、スタート。手順を組んで決め取りしましたね。まずは1本目繋いでいきたいですね。みんな球のさばき方ちょっと違いますよね。そうですね。おー、素晴らしい素晴らしい、いいですね。まあ左手もこれまだ何個丁寧に入ってますね。いいですね。そうですね、叩き方が、そう、みんな叩き方がね、それぞれちょっと個性がありますよね。うん、かなり練習してる感じがありますね。さあ、スネアラッシュ、素晴らしい、おー、いいですね。あ、繋がるか、あー、あー、いやー、しかしでも、風がかなり高いです。もう一本マンションつないでおきたい。あ、しかしここの振り回しがもう難しい。あ、いいですね。あ、いいですね。はい、風もかなり高い水準ですね。いいぞ。あ、最後、うん、おさあ、ということで2曲目、佐山健選手が終了です。お疲れ様でした。お疲れ様でした。さあということで前半かなり調子が良かったんですが、そうですね、安定してさばきてたと思うんですけども、うん、ね、惜しかったですね、後半ね、ちょっと。ね、結構、やっぱりね、うん、そのスネアに巻き込まれていくっていう楽曲ではあるので、はい、うん、1個こう、ポロって入ってしまった、そのままこう続けずにっていうことが、ね、まあ、割と起こりがちな曲っていうのもあるのかなっていう感じがしますね。さあ、そして5人目は柴犬選手ですが、先ほどね、曲、こちらプレー終わった柴山、佐田山健選手から、何か一言ね、アドバイスか何か声をかけられた形がありましたが。さあどんな声をかけたのか後でちょっと聞いてみたいなと思うんですが、どうでしょう、どうでしょう、いよいよラス曲となります。そうですね、まあ、この自然と順位で、まあ、順番も決まるってことで、うん、もうこのあたりは、まあ、自分ではこう選べないその緊張、うん、まあ、のステージみたいなところもあるので、はい、これをうまく自分の力に変えれるかどうか、うんうん、今のところはまあ優位に運んではいるので、うんうん、調子はまあこのまま維持していきたいよねっていうところではあるんですけど、なるほど、うん、さあ、ゆうじ君いかがでしょう。そうですね、これ順番は結構来てると思うんですよね、気持ちとしては ね、はい、と思うんですけど、まあ、まあその緊張をね、集中力に変えられたらきっと
安定していけるんじゃないかなと思います、うん、さあぜひその集中力に変えてラスト曲準決勝参りましょう。柴犬選手の2曲目、せーの、3、2、1、スタート。いいですね。安定してますね。そうですね、結構手元難しいんですが難なく繋いできました。このままスネアラッシュまでは繋いでいきたいところ。さあこの後、うん、いいですね。おー、いいですね。来ましたね。これはなかなかにでかい。さあこの調子を維持できるでしょうか。このあたりも難しいです。さあハイハットからの3連、これが安定感マジで、はい、おー、この楽曲でコンボ数4桁が、ね、いやただスコアがかなりでかい、かうん、安定性も落ちてない。そうですね、全然大丈夫。あこれはコンボもそうなんですけどパーフェクト率も超高いですね。さあ最後、いいですね。おー、いやこれはパーフェクト率高いですね。さあということでさあ柴犬選手2曲目が終了です。かわいいさあ最後ね、もういやもうかなりこれもしかしたらフルゴン行くんじゃないかと。そうですね、またこれ2連続でってあるかねえ、ところまで来てましたね。あその2曲目が終了いたしまして、ただいま集計を行っております、はい、まずは皆様に1曲目の集計結果改めてご覧いただきましょう。こちらです。さあ1曲目の集計結果、 A 様そして鬼嫁合衆国環境大臣柴犬貞山県韓敏選手、さあ1位が柴犬選手でした。そして2曲目もかなりこう、まあね、いいプレーを見せてくれました。そして2位が貞山県選手でした。3位は環境大臣、4位に A 様、5位に韓敏と続いておりましたが、さあこの結果どう覆るのか、それともどう逃げ切るんでしょうか。さあただいま集計を行っておりますが、改めて、この準決勝いかがでしたか。そうですね、うん、まあ結構波乱と言いますか、うん、まあ、楽曲自体がね割とそのつなぎが難しい曲が、まあ、個人的には2曲目が結構、うんうん、まあ、荒れる曲だったのかなっていうイメージはあったんですけど、うん、はい、割と合計点で見ると本当にわからない、ちょっとわかんないですよね、うん、これね、うん、いい感じにはなってるのかなっていうところなんで、現在 の、 あの1位との差というのもね、出てるかと思いますが、はい、そうですね、2位貞山選手は5659、うん、そして3位は55958と、このあたりから5万台、こちら4位の A 様もそうですね、うんうん、さあそして韓敏選手は114176と、うん、このあたり今ちょっと覆すの難しいかなと思うんですが、というのも柴犬選手の安定感がね、そうですね、柴犬選手強かったですね、そうですよね、このあたりちょっと逃げ切りが予想されるところではありますが、うん、さて2位との差、こちら詰めることができるんでしょうか。さあゆうじ君、はい、いかがでしたか。いやこれそうですね、柴犬選手は1曲目も2曲目もかなりね安定してた曲だったんですけど、うん、やっぱドラマにはこれやっぱレベル的にはレッツダンスの方が、はい、低いんですけど、そうですね、そうけど今回ね結果的に見ると、うん、ここで結構差がついたのかなってところだと思うので、うん、はい、やっぱレベルだけでは分からない部分がすごくある曲かなと思います。特にこの9とか8とか台はね、うん、ポイントで結構その曲所難みたいなのが多いので、うん、そうですね、そこがつながるかつながらないかスコアに
結構如実に出ちゃうので、あ、そういうところが差に出たのかなっていう気はします。うん、やっぱりこのドラムマニアに至ってもかなりその難所と言われるポイントクリアしてもまたさらに次の難所がねすぐあって、もしかしてこれフルコンボかというところで、うん、気を抜いたわけでは決してないんでしょうが、ね、なかなかうまくはいかないようです。ただ決勝またこれ2位上位2名までが上がるということなんですが、果たしてその決勝に勝ち残る上位2名この後いよいよ発表となります。さあそしてその決勝戦に至ってはこの準決勝前にですねそれぞれに決勝曲もうすでに1曲ずつ選んでいただいております。こちらは後ほどこの上位2名のものをですね発表したいと思います。さあそれでは選手の皆さん、さらに大会ご覧の皆さんも準備はよろしいでしょうか。 The Nice Konami アーケードチャンピオンシップギタドラネクステージドラムマニア決勝大会、準決勝の結果はこちらです。1位柴犬選手、そして2位鬼嫁合衆国環境大臣。さあということで上位2名の選手、改めてこの点数を見てもどうでしょうか、うん、ドルチェ。そうですね、ただこの中で頭一つ抜けた柴犬選手、やはり安定感が相当高いなと、うんうんうん、ただもう続いて、まあ、鬼嫁合衆国環境大臣もね、はい、もう2曲目でも結構ま、巻き返したんじゃないかっていう感じのスコアだったので、うん、光景でかなり響いてきたような感じがしますね。そうですね、うん、さあ東エリア2位の柴犬選手、そして西エリア1位の鬼嫁合衆国環境大臣、この2選手改めてご登壇いただきたいと思います。盛大な拍手でお迎えください。さあこのお二方、まずは柴犬選手、そして2位の鬼嫁合衆国環境大臣選手、お二方が決勝進出という形になります。改めて盛大な拍手お送りください。さあ緊張の色が隠せなかった2人ですが、もうその緊張の山は越えました。むしろ成功への扉となっております。この成功の扉、そして頂へ、どちらが登るのか分かりません。まずはその運命の曲を発表していただきたいと思います。まずは鬼嫁合衆国環境大臣選手が選んだ曲です。それではマイクを鬼嫁合衆国の方に渡してあげてください。それでは曲を発表してください。お願いします。シナモンでお願いします。おー、さあ対する柴犬選手の曲を発表してください。メメントモリイントロ。おー、さあということでメメントモリイントロ。さあ柴犬選手はこうありますか。さあどうでしょう。まあ素直な感想なんですけど、はい、まあ、テクニックをもう超振ってる曲、うん、VS もうパワーみたいな、うん、物量とテクトっていう、ね、そうですね、おうおうおう、かなり分かれましたね譜面のタイプが。さあ、はい、武蔵対小次郎ということなんでしょうかね。ただしねスティックは2本あります。はい、さあこの2人決勝進出、さあ頂に立つのは1人のみとなります。それではまずは2位の鬼嫁合衆国環境大臣選手は筐体の方へとご移動していただきたいと思います。さあそして柴犬選手は待機席へのご移動をお願いいたします。さあナインスコナミアーケードチャンピオンシップギタドラムネクステージドラムマニア決勝戦、まずは鬼嫁合衆国環境大臣の選んだシナモンにて1曲目、こちらどういうスコアになるでしょうか。まあ、テクニックとねさっきおっしゃってましたけど、ね、そうですね、うん、BPM 自体は結構遅めなんですけど、遅い中に速いフィルがすごいもう凝縮されてる感じの癖中の癖風面ですよね、これね、癖中の癖なんか片手の、まあ、連打が間に合うかみたいな曲、まあ、ではなくて本当に、うん、細かいリズムをどれだけ正確に叩けるかっていう感じになってます。で、その右足と左足のそのリズムのずれ方っていうのも結構そのパッドとの
その組み合わせが本当に難しくて、本当にこの曲をしっかり練習しないと、まあパーフェクト率を維持するのでもすら難しい。難しい。なるほど。はい、ただしまあ自信があって鬼嫁が収穫に至ってはこのシナモンを選んだんでしょうから、そうですね。ある程度のテクニックには自信があるんじゃないかと。おそらくゆうじ君どうご覧になるか。勝負かけてきてるんじゃないですかね、これは、ね、割とこれが武器だったら強いね、これね。うん、そうです。これできればかなり武器の人は強いんじゃないかなっていう気はしますね。はい、さあ決勝戦に至っては1曲目2曲目ともにですね、スコアは後ほど最終結果でご案内をしたいと思います。はい、改めて1曲目はシナモン、テクニックを要する曲、そして2曲目がメメントモリイントロ。さあこちらはパワーを要するものということで、1曲目準備が整ったようです。それでは The Ninth Konami アーケードチャンピオンシップギタドラマイクステージドラムマニア決勝戦、鬼嫁合衆国環境大臣の1曲目のプレイです。参りましょう、せーの、3、2、1、スタート。見た目以上に難しいですよね、これね。本当に難しいですね。やってみて初めて分かる難しい。もうすでにその両足ですね、かなり細かい細かい、はい、うん、1本目はいいです。このまあ基本弾いても遅めの16分が多いんですけど、 その中にこの細かく混じってくる32分、そうですね、はい、タカラタカラムシハイハットの細かいのですね、リズムがもうかなりリズムを狂わせに来てる楽曲です。場所も結構変則的ですよね。そうですね、かなり変則的ですね。まあ、基本的にそのリズムを覚えづらい楽曲になっています、この辺りは足が難しいんですが、あ、いいですね、素晴らしい。さあ、この辺りはちょっとタムトの絡みが難しいんですが、なんとなく繋いでいきます。今のバスかなり速いんですが、なんとなく繋いでいきました。今回終わってハイハットとの絡みが始まるんですが、ここが一番の難所だと思います。個人的にこの左足とハイハットの絡み、ね、おー素晴らしい。僕この曲をプレイする人を、まあ、見たことは、ね、あるんですよ。あそこ繋いだの初めて見た、はい、ぐらいだプレイしてる人ならこのまま。いや、これは割とあるか、やってきてる演奏ですよね。マジで、うおー素晴らしいよ。これは大きいじゃないですか。いや、これめっちゃ高いよ自信があると言っていたシナモンを攻略してきました。鬼嫁合衆国環境大臣の1曲目、お疲れ様でした。素晴らしい。まさか。さあ、これはプレッシャーをかけたんじゃないでしょうか。さあ1曲目、柴犬選手、こちらも準備に入ってください、うん、さあいやちょっと、うん、鳥肌立ちましたね。なんかね、あの、はい、どうしよう、さっき言ってたけど、はい、この繋いでるところ見たことがないと。いや、ないですいうところを繋いできた、はい、目の前で見せられました、うんうん、しかもこの決勝の舞台でというのは、はい、なかなかに大した肝ですよね。そうですね、これは本当に相当自信があって、うん、選んできてるんだなっていうのがもう見て分かりました、うん、さあゆうじ君はご覧になってどうでしたか。いや、これは結構すごいんじゃないでしょうかね、うん、1曲目でこれ出してるんだから、うん、この後もちろん2曲目のね、うん、結果次第ではあるとは思うんですけど、これが相手にどう刺さるかっていうところは見どころなんじゃないでしょうか、うん、さあ現在カメラの方では鬼嫁合衆国環境大臣のもうちょっとすっきりしたふーっとね、一つほっとしたという表情が見て取れますが、さあ一方の柴犬、そのプレッシャーを跳ねのけていただきたいと思います。それでは参りましょう、 The Ninth Konami アーケードチャンピオンシップギタードラネクステージドラマニア決勝戦、柴犬選手1曲目のプレイです。参りましょう、せーの、3、2、1、スタート。
の先ほど、まあ、言ったんですけど、このつなぎも難しいっていう話なんですけど、パーフェクト率も出すのが難しいです。あの今までの、まあ、楽曲だと結構パーフェクト率 95%とか7%とか結構出てた、まあ、曲たちなんですけど、この曲に限っては本当に90息するのでも結構大変だと思うんですよね。 90% 出てるだけでも相当やばいみたいな曲になるんですが、先ほどのね、あのブルコンした人はもう、この前の楽曲に比べてパーフェクト率がもしかしたらちょっと低めに見えてしまうかもしれないですけど、もうあのパーフェクト率もすごい、この曲で出すのは難しいですよね、はい、めちゃくちゃ高いです。ちょっと本望は気にしまったんですが、ただパーフェクト率は維持はしてる状況ですね。これは、まあ、ただこの後ハイハットラッシュ、左足の絡みが相当難しい。そうですね、この配置を考えた人は相当すごいですね。いやらしさをもう全力で詰め込みましたという感じです。左足とハットの組み合わせがちょっと、そうですね、両手で刻むと左足が止まってしまうんですよ、はい、ただ片手で刻んでるともうその左が伸びきれなくなってくるね。このどっちでも難しいっていう感じになります。さあどうだ、フォア的にはかなり刺さっている状況でしょうか。さあということで、シマイラン選手1曲目シナモンが終了いたしました。お疲れ様でした。お疲れ様でした。お疲れ様です。さあ1曲目見て、まあ、シナモン、鬼嫁合衆国環境大臣が投げた曲、これ見事刺さったと言っても過言ではないかなとは思うんですが、これは、どうでしょう、作戦としてはかなり、まあ、今のところ刺さっているような感じには見えるんですが、ただ可能性としては、今度は逆に柴犬選手が投げた曲、こちらメメントモーリーさあイントロということですが、はい、いかがでしょう。この楽曲が、まあこの曲、フルコンしてる人、ほぼいない、ほぼいない、ほぼいないです。全国を見て一、はい、人いるかレベルの楽曲、最難関の一つの、もう最難関と言っていいレベルの楽曲なんで、本当にもうこれはもうド直球パワーショー、このパワーでねじ伏せることができるのかと、はい、そうですね、いうところでしょうか。先ほどね、はい、画面の方には貞山健選手が祈るように、ね、手を挙げておりましたが、さあゆうじ君ご覧になったといかがでしょう。いやこれも、まあ、これはさっきと見方がかなり同じになってくると思うんですけど、コンボがどこまでつながってるかで、あとで差がついてくるところだと思うので、もうでも基本的にはほとんど難所、そうですよね、ずっと難所っていうね、そうですね、ずっと難所、割と曲盛り上がり始めてからは基本的にずっと16分、もうスネアも叩きっぱなしだしっていう中に高速のフィルがもう容赦なく入ってくる、でしまいにはもう一番の難所が1回でもつながったらマジで奇跡みたいな、本当にそういう歌詞がもうババって降ってくるんですけど、もうそこはもうほんま一発勝負で、もし繋がったとしたらもう大歓声上がるレベルの本当にそんなレベルの楽曲なんで、おそらく相当荒れる、まあ、曲であることは間違いない、なるほど、さあそのあたりどう攻略していくんでしょうか。鬼嫁合衆国環境大臣、もちろんね決勝に出てくる曲に関してはある程度攻略はねそれぞれされているかと思いますが、それでは準備が整ったようです。ナイスコナミアーケードチャンピオンシップギタードラネクステージドラムマニア決勝戦、運命の2曲目、鬼嫁合衆国環境大臣のプレイです。それでは参りましょう、せーの、3、2、1、スタート。知る人ぞ知る、もう不思議で難しいと言っていい、ハイランカと言っていい、もう楽曲になってます。まあ、落ち着いて始まるときはもうこっから基本的にもうずっと16分叩き続けて、はい、手が止まんないですよね、そうですね、この16分の中に細かいフィルがどんどん練り込まれていきます。この後、基本的にこの速いフィルがもう随所にこの通り絡んでくる楽曲です。ただこのフィル最速の速さじゃないんです、この楽曲の中では。これより速いフィルを、はい、
戦ってる要求される部分がございます。打っているんですが、かなりファクトリックは高い状態です。惜しい。さあこの後最難関が待ち構えてます。この後ですね、いきます。この後いやいや、こんなん叩けるわけないでしょ。世界と戦うやつですね。ねえ、これはマジでちょっとね、人間の腕の速さが追いつかないレベルですね。まあ、ただ重要なのはやはり総合的にどれだけ叩けてるか。そうですね。なのでこの後、まあ、最後も繋いではいきたいところ、うん、ただ風は 91%、 かなり高い水準ではありますね。さあこれどうなる、どうなるか、うん、あさあ、その名は2曲目ママトモリ。さあこれをうまくはまってという感じでしょうかね。さあオーディオメガ四国環境大臣、本当にお疲れ様でした。お疲れ様でした。さあどれちゃっていかがでした。いやーもう、うん、これどう攻略したらいいかわからない曲の、うん、まあまあもう上位陣でもそういうレベルなんで、はい、ちょっとねこのスコアで見るっていうことがなかなかないものなんで、うん、今のプレーで、うん、あこれぐらいの水準なんだっていうの、うん、今初めてわかるで、うん、なので、うん、あのまあ次戦なので柴犬選手、はい、この後どれぐらいの数字を出してくるのかっていうのはもう本当にわからない状態です。はい、もしやね、諸刃の剣で出してきたのかもしれませんしね、うん、もしか本当に自信があって出してきてるんであればこれ見ものですよね、ゆうじ君。そうですね、そうですね、自己ベア出る限り、はい、さっきの自己ベア見た限りはもっと多分いけたんじゃないかなっていうところだったと思うんですよね、うん、はい、まあ、これからどうなるかってところだと思うんですけど、相手がどこまでこの曲やってきてるかってところだと思いますね。うん、さあギタードラムステージ、ドラム前には決勝戦頂点に立つのは1名だけとなります。令和初のチャンピオンに輝くのはどちらなんでしょうか。泣いても笑ってもどれだけ叩いても最後の曲です。それでは柴犬選手2曲目のプレーです。参りましょう。せーの、3、2、1、スタート。この楽曲もスコア勝負で挑まなければいかないという。そうですね。なるほどね。はい、今、ゆうじさんもちょっとあの自己ベスト指さして、あの柴犬選手、あのこういった本当に細かい速いスキルを保つのが相当得意なプレイヤーです。なので、まあ、おそらく自信はかなりある。そうですよね、はい、そうですね。おお、1個は出たんですが、ただまだグレー4個しか出てません。分かんない、うん、あのここも繋いでいって、さあこの後のフィルをなぜとかなりでかいですが、惜しい、うん、ただこのアフェンスで最後までいくと結構わからないですね。まだでもアフェンス相当高いです。さあこの後やってくる災難、ここでどれだけ被害を最小限に抑えることができるか。おー、いやしかしミスの数かなり少ないですね。ね、いやどうなるんだこれは。さあこの辺りは、まあ、この楽曲の中で言えばカズさんな 部分なんですけど、ここは安定して取っておきたいですね。でこの後、この後が難しい。おお、まあ、ミスで抑えましたね。どうなる、どうなる、なるほど。はい、ということで柴犬選手、お疲れ様でした。さあ2曲目メメントモリが終了いたしました。2人のファイナリストはまずはご登壇ください。
激戦を勝ち抜いてきた。もうこれ東と西の対決という形になりました ね、 うん、さあくしくも西鬼嫁合衆国環境大臣か、そして東の柴犬か、2局の合計スコアただいま集計を行っております。改めてゆうじ君、はい、いかがでしたか。いやこれはドラマには多分面白いところだと思うんですけど、うん、その持ってきた曲が相手にどう刺さるかとか、うん、自分がどんだけ取れるかっていうのが割とスコアに分かりやすく出ると思うので、うん、いやこれはだから全国どこでも多分誰でも多分チャンスがあるっていう意味だと思うんですけど、うん、なんか一強っていう感じじゃないんですよね、うん、決勝まで上がってくる人たちが、うん、今回も多分こう自分はこうやったら勝てるぞっていう風に思って多分来てる2人だと思うので、そうですよ ね、 ちょっと結果が楽しみなんじゃないかなと思います。さあドルチェいかがでした。そうですね、もう本当にまあお話があった通り、お互いかなりもうジャンルとしてはもう真逆の選曲だったんで、どうなるかっていう感じだったんですけど、まあ、あの集計に関してはもう本当に後からあの分かるところではあるんですけど、本当にお互いのまあもう得意をぶつけ合ってっていう、まあなんだろう、多分タイプ的には本当にもうどっちも、まあ、別の方向に行ってるんですけど、まあ、結構あの僕柴犬さんのプレー普段見たりとかすることが多くて、本当にそのパワー系といいますか、本当にそういう楽曲が多いっていう中で、まあ、テクニックで本当に、披露してくれたっていう鬼嫁合衆国環境大臣にもね、本当に素晴らしいプレーを見せていただけて本当に嬉しいなというところがございます、はい、さあこの2名の戦い、栄えある令和なんと1回目のトロフィーとなります。さあ間もなく集計の結果が出るようです。間もなく集計の結果が出るようです。おっと私の方に今来た数字、これ皆様にお伝えできる時間がやってまいりました。それでは決勝戦の結果かを発表したいと思います。 The Ninth Konami アーケードチャンピオンシップギタードラネクステージドラムマニア決勝大会、頂点に輝いたのは166万7860点獲得、西代表鬼嫁合衆国環境大臣。さあ改めて最後にふさわしい熱き戦いを見せてくれた2名のプレーヤー、柴犬そして鬼嫁合衆国環境大臣、せっかくなんで2人熱き握手かわしてください。お疲れ様でした。今一度盛大な握手、ああ抱擁まで。さあそれでは惜しくも2位となりました柴犬選手はご講談いただきたいと思います。改めて盛大な拍手でお送りください。いい勝負でした。さあ西の鬼嫁合衆国環境大臣がチャンピオンという形になりました。さあそれではこれより The Ninth Konami アーケードチャンピオンシップギタドラネクステージドラムマニアチャンピオンへのトロフィー授与を執り行っていただきます。トロフィーの授与はゲストのレッドグラッシーズさんに行っていただきます。それではお願いいたします。かつて KAC では8つのトロフィーがチャンピオンの手に受け継がれました。9つ目は令和初のメモリアルトロフィー。9という数字は勝負運、金運、出世運、家庭運、愛情、健康、商売繁盛、そして豊漁豊作、受験合格という9つの運気を表し、それから万事うまくいくという完璧な数字を表しています。まさにパーフェクトチャンピオンにふさわしいトロフィー、そのトロフィーがナインスのチャンピオンへ渡されます。おめでとう。
さあ改めてマイスコナミアーケードチャンピオンシップグランドチャンピオン、そして令和初のチャンピオンという形になりました。それでは鬼嫁合衆国あなたに聞いてみたいと思います。まずは喜びの声を聞かせてください。皆さん本当に応援してくださってありがとうございました。本当に、今ちょっと優勝したこと実感あんまないですけど、まあ、しっかり、武器曲を練習してきたので、まあ、このような結果になったのかなというふうに思います。本当にギタードラ大好きなんでこれからも楽しんでいきたいと思います。本当に応援ありがとうございました。どうトロフィーの重みは今まで持ったことないぐらい重いですね。本当このね、はい、ナイスということで令和初のチャンピオンという形になりました。次にあなたに待つのはディフェンディングです。そうですね、本当に、まあ、僕オンライン予選が本当にあの苦手なんで、うん、まあ、次回、まあ、予選通過できるようにあのまた今日から頑張りたいと思います。改めてナイスコナミアーケードチャンピオンシップグランドチャンピオン鬼嫁合衆国環境大臣に盛大な拍手。さあそれではじゃあこちらの方でご登壇ください。さあ以上をもちまして、あこちらでちょっと写真撮影もさせていただけるということで、せっかくなのでじゃあ真ん中に入ってもらいましょうか。ドルチェ、まあ、挟んでください。さあぜひ最高の笑顔で、今最高の笑顔してるのはゆうじくんだけだねむちゃくちゃいい笑顔してるあいいね。ちなみに鬼嫁合衆国は鬼嫁がいるの？それだけ聞かない方がいいのかなっていうのは思ったんだけどどうなんだろうね。あんまりこうやって言うとなんか帰って本当に奥さんいたら怒られそうな気がするんだけども、改めて盛大な拍手お送りください。ありがとうございます。さあ以上をもしまして The Ninth Konami アーケードチャンピオンシップギタードラムエクステージドラムマニア決勝大会を終了させていただきます。さあということでどっちいかがでした？いやもう本当にちょっと鳥肌立っちゃって、うん、もう僕も結構やっぱりドラマにはすごいやるんですけど、うん、こんなにうまいのかと、あの、まあまあ、結構ねシナモンに返してみたいな話になっちゃうんですけど、はい、ここまでうまく叩ける人見たことがなかったので、うん、まさかこの大会の場でそんなプレーを見られるっていうことがちょっと信じられないぐらいなんで、うん、もうこれはもうねあの皆さんちょっと見逃した方にもしねあのアーカイブとかね見れてない方もマジ目かっぽじってあのよく見ろって言いたいぐらい、うん、本当に見てほしいです。そうですよね。で見てほしいといえばですねこの後の展開も皆様にご覧いただきたいと思いますが、さあここでコナミよりお知らせがございます。まずはこちら、数々の有名主題歌を担当してきた池田彩によるコラボ企画です。好評だったコラボ企画第1弾の池田高田に引き続き第2弾は和楽器バンドのドラムわさびを迎えた池田わさびが放つ新曲さだめが2月5日ギタドラに登場。今日の全力の戦いにも凄ましいような、全ての戦う人に捧げる熱き応援ソングです。この曲を聴いてぜひ皆さんも燃え上がってください。さあ続いてはこちら、2月5日からそうなんです、ネクストライアルフェーズ6ネクスタジアム勝敗大応援キャンペーンを開催。現在開催中のイベントネクスタジアム勝敗の課題曲をクリアしてゲージをマックスにすれば復活曲無題が解禁されます。そして2月12日水曜ネクストライアルフェーズ7バレンタインキャンペーンを開催。こちらバレンタインにふさわしい大好きな人に伝えたいということでこの季節にぴったりな一曲をご用意いたしました。さらに続いてはこちら、2月5日からネクスタジアム撃敗これ開催予定。 KC が終わってもギタドラでは熱き戦いがまだまだ続きます。なお第5弾以降で昇格ボーダーが調整されることも予定しています。
ランキングの昇格降格のハラハラが待つので楽しみにしてください。まだまだあります。続いてはこちら、あのサードプロテクストの連動イベント、フロアインフェクションとポリシーブレイクが開催予定です。さあこれはあまり何も言えません、ね、これ何も言えないんですよね。はい、さあそして最後にこちらです。詳細謎に包まれたままですが、ギタドラの21周年記念イベントが開催されます。21年ギタドラを遊んでくれてサンキューサンキューの気持ちが込められたイベントとなっておりますので、たくさんのものが、ね、飛び出しておりますけども、もう大体わかりますね。21とサンキュー言っちゃダメです、言っちゃダメなんです。かなりのイベントを、まあね、これ催すことを予定しておりますので、ぜひ楽しみにお待ちいただきたいと思います。以上コナミからのお知らせでございました。さあということで、ザ・ナイス・コナミアーケードチャンピオンシップギタドラネクステージドラムマニア決勝大会、改めてユウシ君、はい、いかがでしたか。いやいい勝負だったと思います。でやっぱり今日のこの曲の難しさとか、なんかなんでこんな差がついたのかとかっていうのはやっぱりプレイしたことない人もいると思うので、一回やってみてもらったらいいと思います。まずあのマスター譜面やるだけでもうはぁってなるのであれをあの曲数ちゃんとこなしていいスコア出してるのってやっぱり日本一なんだなって思いますね。ぜひ一回やってみてみたらいいと思います。はい、むちゃくちゃ熱弁するね。いやもうやったんですよ。だから僕もあ、ケーシー呼ばれたからやんなきゃなって言ってやっ、はい、あーってちゃんと毎日やんなきゃダメだなって思いました。本当だよね。はい、さあ本当にありがとうございました。さあそしてドルチェ、最後にお願いします。そうですね、まあでもほとんど先ほど言ったものにも集約されてしまってて、本当にまあ鳥肌が立つぐらいの素晴らしいプレーをもう本当に見れて、まあ本当に僕もすごい楽しかったし、まあおそらく見てる皆さんも本当すごい楽しかったんじゃないかなというふうに思うので、このまあ場を借りてと言いますか、本当ここまで努力してくださった選手の皆さんには本当になんかお礼をしたいなという気持ちで、そうですよね、はい、いっぱいですね。本当にありがとうございました。ありがとうございます。ちなみにこの後はどうでしょう、まだまだ続きますよね、KAC。そうですね、この後すぐ出るんですよね。はいはい出ます。今日夕方まで夕方までやって、ね、そして明日もありますから、はい、明日もそうですね、連日なんで、はい、で今日実はですね、この会場にお越しいただいているお客様の他にもですね、外にもスペースあって、そちらにもたくさんお越しいただいているようなので、はい、皆さん風邪ひかないように、あとうがい手洗いだけ本当によろしくお願いいたしますね。そうですね、もう今まさにですから、はい、まさに何とは言えませんけど、はい、まさにですから ね、ぜひ皆さんね、予防しないと、はい、楽しんでいただきたいと思います。はい、以上で The Ninth コナミアーケードチャンピオンシップギタドラネクステージドラムマニア決勝大会を終了となります。ぜひね、この後も皆さん楽しんでいただきたいと思います。お相手は DJ の森町でした。ありがとうございました。はい、じゃあ皆さん本当にありがとうございました。お疲れ様でした。ぜひ、ね、この後も楽しんでくださいね。ありがとうございました。おーすごい